は軽いのね。重そうに見えて軽いっていう。最後このもんだよね。これを取り付けるために後ろのフェース取り付けたの。これがメインです。結構でっかいよね、この2つだけで。隙間がだいたいどれだったらいいのかな。20cm、30cm だね。いいんじゃないかな。30センチってところかな。え、フェンスとフェンス。ガルバナイズでこっちも加工されてる。ネジの場合はガルバナイズはなくてステンレスが、表で使えるのはステンレス。他にもあるかもしれないけど、これはあんまり外のことは詳しくないから、外のことあんまりないホールソーっていうのが
傷を出さなきゃいけないからめんどくさい。スペードがあれば、スペード、日本でスペードっていうのかわかんないけど、スペードってスペードビットってあった方が楽なんだよね。これはあんまりこういうふうに使わないかな。いちいち取り出さないように。盗まれちゃったから盗まれちゃったんだよ。ハハハハハ。
こういうの見てると、照明とかつけたくなっちゃう。